外カモは、フィンランド、カイヌー県の自治体、カヤーニ軍に属する。人口は1852人で、面積は2950.15平方キロメートル。このうち300.46平方キロメートルは水域になっている。人口密度は、低く1平方キロメートルあたり4人。ロシア国境に面して折りその長さは120キロメートル。 フィンランド語のみを公用語に指定している。ボカッティがスキー観光で有名であるほか、ヒッデンポルッティ国立公園がある。その他フィンランド野球の球団であるソトカモジェイミーの本拠地である。ソトカモ協会ソトカモは湖や川の連続した地域であり、水運と共に発展した。半分の水は八海に流れ込み、半分の水はバルト海に流れている。 この八海とバルト海を結ぶ外カモ水路は、過去には、最も重要な水運路の一つであった。これは複雑で迷路のような水路に、ロシア人の商船を、ロシア内陸部画から、バルト海まで運ぶことを可能にした。また、ロシア、スウェーデン、デンマークの軍にも使われ何世紀もの間この地域が、略奪される原因になった。外カモの名の由来はフィンランド語で、 総督は入り組んだ水路を表しているという説や、古代フィンランド語で水鳥を指す作家を語源としているという説がある。19世紀の間、ソトカモはアクセリガル・レンカ・レラ、ヒューゴ・シンベリのような著名な芸術家が訪れている。2007年11月17日には、カーンアークと呼ばれる大気の屈折現象がマルコ・ミッキラによって観測された。 観光と鉱工業が外カモの重要な経済資源になっている。ラフナスランピのモンド、鉱物鉱山では活石が生産されている。タルビバーラには欧州最大の最大のニッケル鉱床が見つかっているが、現在は未まだ利用されていない。将来タルビバーラ工業会社が生産を開始する予定である。スキージャンプ選手であり、 1964年のインスブルックオリンピックで金メダル、銀メダル1枚ずつ獲得したベイッコカンコネンを排出した街である。また、2013年にはボカッティで世界オリエンテーリング選手権が開催される。ありがとうございます。